クラフトコーラを作っていこうと思います。やったー。こんだけ使うからね、スパイスをね。そっかそっか、うん、スパイシーなんだね。そうです。あれ、これはね、なになに、どうも、リョードラックスです。イエーイ。はい、今日は久しぶりにね、はい、キッチンで撮影を、していくんですけども、はい、これ見てください。どれチューチューン効果音、元気。今日はこの、食材、調味料、なんやかんやを使ってですね、クラフトコーラを作っていこうと思います。やっ、初挑戦ですから。そうなんだよね。今日はミスチの、田村さんが過去にツイッターに書いてたレシピがあったので、もう1年前ですね。1年前の5月とかに書いてたレシピをもうメモってて、これいつかやってみたいなと思ってたんですけども、すごい数のスパイスがあるような気がしますよ。はい、まあ後で紹介するんですけど、はい、幸い僕の家にはスパイス多いんですよね。カレー作ってるので。そうだね。ただこのね、このアイテム、後で紹介するんですけど、うん、このアイテムが全然入荷されてなくて、そう、これをね、ついに手に入れたんで、うん、今日はやっとクラフトコーラを作っていこうということで撮影していこうと思います。やったー、楽しみ。まあ、今日作って明日まで漬け込んで出来上がってるので、うん、まあ、飲むのは明日なんですけども、それも応援しますので、うん、最後まで見ていただけたら嬉しいです。イエーイ。それでは行ってみましょう。レッツゴまして、今日はクラフトコーラ作っていこうと思います。はい、材料の紹介をね、ざっと軽くしていきますね。はい、はい、まず分かりやすいのはこれオレンジですね。はい、オレンジは1個使います。はい、でライム、まあ、切ってるんですけども、はい、ライム1個で、これが結構ね多いんですけども、思ったよりもきび砂糖、きび糖、こちらが黒糖ですね。はい、これ 200g ずつあります。まあまあの量ですね。すごい、はい、肝心なこのスパイスたちですね。はい、紹介していきます。まずこれがバニラですね、1本使います。はい、でカルダモンですね。はい、でこちらがですね、山椒なんですけども、僕の山椒なかったんで、あのネパールの山椒っていう特殊な、一応ティムルっていうまた別のものなんですけども、山椒ですね。よかった。でこちらクローブ、はい、はい、大好き。でこちらフェンネル、はい、でこれが、フェンネル使うの？フェンネル使うんですよ。不思議。こんだけ使うからね、スパイスをね。そっかそっか、うん、スパイシーなんだね。そうです。はい、でこちらがシナモンですね。はい、はい、シナモン使います。でこちらがドライローズマリー、はい、でブラックペッパー、はい、で生姜とコリアンダーです。おー、で漢字のこちらですね、うん、これがコーラナッツっていう、スパイスなのかな、うん、まあ、コーラナッツっていうのがあるんですよね。うん、やっとね、ブルキナファソから入荷されたんでなんて言ったの今。ブルキナファソですね。ブルキナファソ、ブルキナファソ、ナファソ、ブルキナファソです。ブルキナファソ、そうすぐ忘れていいやつ入荷されましたんで、うん、はい、こちらを使って今日はコーラを作っていこうと思います。はい、早速ではやっていきます。材料揃えたら工程はマジで簡単なんで、うん、はい、やっていきますね。はい、スパイスは全部潰します。はい、結構でかいのあるけど、結構でかいのあるね。生姜とかはもうこれスライスしてやったらいいんですけども、うん、スライスでいいの？スライスでいいと思う、別に。うん、あれどうだったっけな、すり鉢、すり鉢でやるんだね。すり鉢でやる。コーラナッツはこのままでいいんで、うん、まあスパイスですね。てか思った以上にコーラナッツがさ、割合を占めてないね。 9g とか他のもいっぱいあるじゃん。だからまあね。え、どんな香りなんですか？ほんのりコーラですね。わかんない。言われれば、うん、ほんのりコーラ、あのコーラ味のグミとかの、うんうん、を香った時みたいな匂い。はいはい、的確ですね。うん、的を得てますこんな感じだね。スパイス潰します。うん、そっか、シナモンはそのままでいいんだ。シナモンはちょっとね、砕くかな。本当はこれね、多分一回から入りとかした方がいいんだね。なるほどね。潰しやすかったりするから。そっかそっか、湿気があると、うん、うん、こういうのはざっくりいいんですよ。そうなんだ。はい、ざっくりと言いつつ、僕はちゃんとやっちゃう人なんですけど。そうだよね、うん、A 型って感じ。超 A 型だからね。そうだね、うん、いや見ればわかるよね、あの壁にさ、かかってるんだよね
これそれもうあそこにかけるやつもさ全部いい感じにセッティングされてるんですA 型のりょうくんが全部やってくれます。ほぼほぼダイソーで買った、うん、そういうキッチンのね、ノウハウというか、うん、コスパよくできる方法っていうのも過去に動画出してますんで、あざます、ぜひそちらも参照していただけたら嬉しいです。はい、いえ、再生数伸びろ、チャンネル登録増えろ、お願いします。お願いします。だいぶね、うん、砕くと香り、香りが、そうだよね、めちゃくちゃ香りするよ。めっちゃする。てか美味しい。ほら、おお、うまい。もう美味しい。まあ、こんな感じで、ほんとざっくりなんですけども、全然こういう残ってるものもあるけど、粉々ってほどないですね。うん、こういう感じですね。へえ、ほんとだね。まあまあ思ったよりざっくりといいんだな。まあ、思ったよりざっくりかな。まあこの辺ですね。うん、シナモンとかをもう折ったりとかして、うん、セイロンシナモンって言って、うん、何個かあるんですけど、シナモンって僕がよく使ってるのはカシアっていうね、うん、シナモンの種類を使って、まあ、このマニアックな話じゃないか。これ、まあでもどれ買ったらいいんだろうって、うん、まあ、あ、スティックになってるやつ、そう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 、はいはいはい、紅茶に入ってるやつ、うんうん、これはね、めっちゃ柔らかいから紅茶に入ってないのよ。入ってる入ってる。あ、そうなの。入ってないか。うん、入ってないよ。どういうおしゃれな紅茶の話してきてんだろうってこれ柔らかいんでね、めちゃくちゃ、うん、手で全然砕けるんで、うん、簡単に、うん、ったで、バニラに関してはですね、うん、ちょっと切ってあげる必要があるんですね、うん、真ん中でこうやって、よいしょ、真ん中切ってあげます。スプーンとかで、中にすごいビーンズが入ってるので、これをこう、こそげ取る感じですね、うん、これがいわゆるバニラの、うん、バニラビーンズってやつ、うんうん、はい、ビーンズだけ入れる方向性、ビーンズだけ入れて、皮も入れます、うん、へー、皮は皮で、皮は皮で入れる、うん、オレンジももうちょっと切ろうかな。うん、それフレッシュでめちゃんこ美味しそう。じゃあこれで切るもの以上ですね。はい、はい、あとはですね、お水入れます。お水入れます。 500ml 入れます。はい、 500ml のお水、うん、意外と少ないでしょ。うん、そうなの。この砂糖たちに対してやばくない？やばい、やばくない？でもシロップってそういうもんなんかなと思ったら結構多くない？え、多い。入れます。うん、これは糖尿病だし、もうなるね、これは、うん、一気飲みしたら、ね、溶けるしっていう、うん、それは子供ね、小さい時飲ましちゃ微妙だって言われたりしそう、うん、スパイスも全部入れます。はい、コーラナッツも入れます。はい、はい、バニラビーンズのさや入れて、うん、ビーンズのこの種も入れてあげますと、はい、生姜、はい、スライスとこの辺も絞って入れてあげましょうね。おお、すごい、めっちゃ出た、めっちゃ出た、ふう、オレンジ、なんか絞るのすごいうまくない？あ、ほんと？うん、わ、すげえ楽しみになってきた今から出来上がりが遅っ、遅っ、出来上がり楽しみだな。で、入れたら火にかけます。うん、はい、で、これで沸騰するまで待って、うん、沸騰したら弱火で、まあ、20分ぐらいなって、うん、火止めて、うん、沸騰させないぐらいってことか、弱火だと。そうだね、まあふつふつとする感じ、うん、温かいままだよって。そうそうそう、20分ぐらい待って、で、そのまま一晩置いといて、うん、次の日に行きますので、はい、これで以上です。1日目やったんですけど、はい、ということで今から、20分後、はい、火を止めて、はい、僕らは寝ます。はい、はい、ということで次の日にお会いしましょう。しょ、おはようございます。おはようございます。はい、リオトラックスです。うん、一晩経ちまして、クラフトコーラこちらですね、はい、もうスパイスとかオレンジやライムが一晩漬け込まれましたので、この容器に移してですね、はい、早速クラフトコーラ味わってみたいと思います。イエーイ。はい、こちらのね、瓶の容器はちゃんとね、昨日煮沸消毒したので、はい、もうこれ清潔な状態ですね。はい、こちらに入れていきます。はい、おー、ドゥ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 。で、容器に保存するんですけども、うん、こちらのですね、オレンジとライムに関しては腐りやすいので、はい、取り除いてから容器に保存します。はい、はい、なので、まずはオレンジやライムをね、取り出していきます。はい、お、これはこれで美味しそうな予感はしてるよね。美味しそうか
もう使えねえな。これがコーラなんですね。こちらライムですね。じゃあ瓶にこして入れていきます。はーい、はーい、イエーイ、イエーイ、しょー、デュン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 、おー、この細かいやつコーラナッツかな。はい、できました。こちらがコーラのシロップです。イエーイ。で、僕は A 型なので、うん、こういう汚いやつは拭きます。お願いします。ベタベタなりそうでした。それは嫌だよ。ちゃんと A 型関係なく B 型も C 型も D 型もみんな拭いてください。大型は私です。大型はやらなくて、やらなくていいの。やらなくていいの。私やらなくても OK。 俺 A 型がする。優しい。 A 型から D 型がする。あ、うまい。じゃあ早速作っていきます。やっ、はい、ということでですね、早速クラフトコーラ作っていこうと思います、はい、で今回はこの強炭酸水ですね、はい、と、牛乳で割って試してみようと思います。イエーイ。まずはじゃあ炭酸でね割ってみよう、うん、これどんくらい入れるのかな。確かに全然わかんない。カルピス的な感じかな。カルピス的な感じな気はする。やってみようか、うん、この1杯ってことでしょうか。その1杯30くらいあったっけな。あった気がする。うん、炭酸水飲もうか。うん、はい、いただきます。はい。ああ、どう、あれあれとか。美味しい。あ、美味しい。美味しいけど全然俺が知ってるコーラと違うから。え、マジ美味しい。あのね、健康に良さそうな味がする。うん、コーラって健康に悪いやん。うん、そうだね。じゃあちょっと飲んでみます。おいしい。おいしいね。わ、コーラって言われたらコーラよね。確かにこれさ、ライムとかが大人にさせてる。グッと苦い感じっていうか、うん、フルーツのそういう感じ。うん、でも香りはすごく甘いじゃん。甘い。黒糖が結構残ってんだと思う。あとバニラと、あー、クローブとか。そうだね、クローブは効いてるね。ね、すごいクローブ効いてるよね。効いてる。クローブうまい。美味しいね。さっぱりしてるね。うん、さっぱりしてる。すごい、あの砂糖を使った量めちゃくちゃ多かったけど。確かに。でも思ったよりも甘くすぎない。そうだね。うん、さっぱりしてる。もったりはしてない。ミルクとかも合いそうだね。ミルク合いそうだね。うん、ミルクやってみようか。うん、やってみたい。はい、じゃあ続きまして、イエス、ミルク割りやってみたいと思います。うん、同様にね、うん、これ1杯分でいきます。はい、はい。クラフトコーラミルク割り、おー、うん、じゃあいただきます。召し上がれ。バニラ浮いてるもんね。そうそう、バニラビーンズがいらっしゃる。ああ、どうですか。ちょっとだけ足しですか。うん、いいよ。なんか意外と甘さがさ控えめだからさ、ちゃんとシロップ多くてもいい気はしない。あれ、これはね、うん、なになに、これはね、うん、なに、いただきます。早く終わってしまうのみたい。ああ、断然こっち派だわ。マジ？ミルク派。ちょっとで、こんくらい濃い方が、うん、美味しい。なんだろうな、これコーラと別の、うん、飲み物？何かあるわ、こういうドリンク。ちょっとコーヒーっぽい苦味もあるし、キャラメルっぽい香り。うわ、超美味しい。めちゃくちゃうまくない？めっちゃ美味しい。ミルク割りだね。え、びっくりした。美味しい。確かにキャラメルっぽさっていうのもわかる、うん、チャイっぽかったりとかジンジャーエールとかっぽいのかなって思ったんだけど、またそれとも違くて、ね、キャラメル感がちょっと風味が変わってきて、キャラメルっていうかカラメル感あるよね。あ、そうだね、そうだね、あの濃くてちょっと苦味が、そうそう、こっちはこっちで美味しいけど、うん、こっちは逆になんかライム1個絞るとか、あ、ちょっと酸味足した方が逆に爽快な感じがして美味しいのかもと思った、はいはい、なるほど、うん、ちょっと入れたらどうなんだ。
あ、コーラっぽくなった。コーラっぽくなった。すげえコーラっぽくなった。あ、マジ？ちょっと高かったんかな。あ、そうかもね。薄かったってこと？すげえコーラっぽい。あ、マジ？うん、ほんとだ、コーラっぽい。コーラっぽくなった。コーラなんだけどね。コーラだけどね、うん、ちょっと濃い方がいいんか。うん、美味しい。あ、どっちもさ、ちょっと少なかったんだね。そういうことか。元の量が意外とそんなに甘すぎない。そうなんだ。そう、でもミルクと合わせるとちゃんと甘いから、どうだろうね。あの、どっちで飲みたいかによってもしかしたら作るときに調整してもいいかもとは思ったよ。ミルク割りめちゃくちゃ美味しいね。ミルク割りすっごい美味しい。ということで、はい、クラフトコーラを作ってみました。はい、レシピはね、さっきも言ったんですけども、ミスターチーズケーキのシェフの田村浩二さんが1年前にツイッターに書いてたやつを参考にさせていただいたのに1年前よ。そんなにたどれる？皆さん、いや、のっけとくよ、ツイートのリンク。そっか、ありがとう。俺もう全部保存してるからさ、そかそか、あの人の夕焼けの情報は。夕焼けの情報のっけときますんで、ぜひ、はい、そっちから参考にしていただけたら嬉しいです。で、そのコーラナッツっていうのが多分ね、手に入りにくいと思うんですけども、うん、僕は楽天市場で大津屋さんっていうね、上野にある大津屋さんってスパイスの店があるんですけども、うん、その大津屋さんのページで多分まだ売ってるかな、どうかな、もしかしたらもう終わっちゃったかもしれないけど、ぜひチェックしてみてください。コーラナッツ手に入ったらやるべき、美味しいからということで、今日はこんな感じで終わろうと思います。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。SNS がインスタグラムとツイッターと TikTok 頑張ってますので、そっちもぜひフォローしてもらえたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。